こんばんは、お疲れ様です。久しぶりに高知に帰ってきてね、知り合いの方に挨拶して感じでお酒も入って帰ってます。本当自分の県会議員選挙のね投票日に高知を離れて、三井玉城さんの関係があったとはいえ、東京の世田谷区議会議員選挙の応援に行くと、考えられんでね。でもしゃあないから行ったけど、忙しいって忙しいって。あれ、自分の選挙で投票の結果も確かめずに初めて高知に持ってきて、その晩ですよ、今日は。考えられんけどで、また付き合いでね、ちょっとあちこち行って、帰ってますけどね。今日はもうちょっと放送できんかな思ったけど、結構皆さん話が済んで、僕ももうようやく自宅で寝れると。自分の駐車場で夕方弟子なに女房とすれ違いにちょっと立ち話して、それだけやからね。さっき夕方に自分の選挙が終わって、投票日にもうほら出て行って、家内にも全然思ってなかったから。ほんでちょっと付き合いしてくるって言って、なんかえらい人生ですな自分が作ったんやからね。でも忙しゅうに生きてるうちが花じゃないですか。求められればいつでも選挙には出るというスタイルでやってきて、そのスタイル変わらんからね。でも当選の可能性がある選挙をやっぱり選ばざるをえんという雰囲気になってきたからね。今までは何でも求められれば出るということで、落選は覚悟で出てくれということやったら出るということやったけど、もうこれからはね、その選挙に出るか出んかももう全部見て、基本私としてはもう選挙に私がこうやって同じように出てもいかんかなとやっぱり思ってますからね。でもそれでも藤島お前が必要から出てくれと、金はこんだけ準備すると言えたら、それはまた話は別やからね。金って僕が儲けるんじゃなしに、やっぱり選挙するってなったらね、大きさによっていろいろやけど、ほら200-300万から1000万、国政選挙で言ったら3000万あるいは5000万使うのは当たり前やからね。僕はその中で超節約選挙でやってきたってことですよ。勢いのある政党やったら、僕が候補者になったら超安くやりますよというセールスポイントはあるわけですね。でも基本も選挙は置いといて、自分が猫がなやねんお前、懐きやがって。こっちからほら来てみ、あそこに猫が一匹おるんや よいしょ。すいません、ちょっと猫を拾ってましたけど。ちょっと私もへこんでますしね、敗戦の傷を癒す期間が必要かなと。
まあちょっと負けて傷ついて自分で自分の傷を舐めてももうさしゃあないでしょ。ちょっとそこのくらいはね、その間にその間に今までは求めてなかった営利を求めますよ。借金も返せなしゃあないからね、そらもう返しますよ。任せなさい、頑張りますと。まあでも全てのことを今までのことを基礎にして一から始めるということでいいんですからね、私の場合は。で、借金を残さんように営利を求めて、営利を求めてないね、利益を求めることが営利やからね、まあこれからは頑張ってやりますよということですね。あ、おけいちゃん、野々花さん、ありがとうございます。まあ、皆さんのおかげでようやく生きてますからね。まあでも本当にこれからですよ。実はね、私は8年前からこういう戦いをしてるわけで、10年計画で。で、マチカフェ TV っていうので情報を皆さんにダダ漏れで、全国の皆さんに私の情報を見てもらってやり始めて5年だから、だから5周年ビッグイベントをちょっと企画中で、まあ誰とは言わんけどね、妨害者がおるから、まあ企画中なんですよ。ほんでもう今からゼロで出発するからね、まあまあ死ぬまでに何とかするか、何ともならんかってもこうやってやってきた男がおるんやぞっていうのを残したら、それで残さんでもええしね。要はこの国の今の政治はダメやと、なんかあがかないかんけどあがいてもダメやったと、もうそれだけでも別にいいんですよ。で脱原発という言葉を広げてきた、国会の周りで人が集まるということを基礎を作った、それで選挙に出たけどあかんかったと、それでそのままもがき苦しんで死んでいったと、それはそれでええね、それはそれでええわけよ。ただ何もせずに諦めて、ただもう自分の個人の世界に閉じこもって何の情報も出さないって、そんなことありえんわけよ。そんなものありえんわけよ。いろんな国会議員もおるし、いろんな政治家もおるし、いろんな活動家もおるんやけど、毎日お前のパンツの裏まで見せえとは言わんけど、酔うたらどんな顔すんの、食べるときはどんな箸の使い方をするの、くちゃ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 噛むの噛まないの、ごっくんするのしないの、酒は何の種類を好むの、どこを歩いてるの、どこで暮らしてるの、そんなことを皆さん言うてくださいと。実はそんなことをずっとオープンにするのが、それが公人なんですよと。今までの公人の定義とこれからの公人の定義を変えようとしてるわけよ、私はね。ほらもういろいろ批判向けますよ。今までの公人って言ったら綺麗事しか見せん、裏でドリル小渕優子みたいに、裏でドリル小渕優子みたいにねえ、もう汚いことをすると、ほんまに明かりのある方に行くけど、これどうですの、ね、これただの酔っ払いのおっさんやけどね、ドリル小渕優子さんの講演会の方、あなたたちが汚いんですか、私が汚いんですか、私が詐欺師なんですか、あなたたちが詐欺師なんですか、私のことをぐちゃぐちゃ言うてるやつはなぜドリル小渕優子のことを言わないのってことでしょ。もう俺のこと言いたきゃ言うたらええと、そら言うたらええと。で、なぜドリル小渕優子のところに私以上の攻撃がいかないのと、
もう私のところにくれたら来なさいと。それは我慢ですよと。でしょ？ね。日本の一番汚いところは、ドリル・オブ・自由子ですよ。ちゃうん。警察の人、見てるでしょ。公安の人、見てるでしょ。裁判所の人、見てるでしょ。アンチも右翼もヘッタクレも私のこと見てるでしょ。なんでドリル・オブ・自由子のこと言わんの。毎日ずっと批判したらええやんか。なんで私にこんなちっこい選挙に出たら負ける高知のうざったいおっさんにね、ずっと3年もアンチがついてるの。なんでやねん。ドリル・オブ・自由子になんでついてないの。えらけら言うてみ。